緒です。体重乗った方にタップに来られて、そのまま体重移動をしてガブっていきます。で、足が膝が届かないところまで持っていくけど、相手が足に使った膝が出て持っていって、膝が押された。で、今度はこうしますね。で、こっち側に、まあ、パンチバーンとか来たりとかすると思うんだ。こう、こっちを手を持って、自分は背中の中心で、これ、まあ、理想は、これぐらい回っちゃう。ほんならまたここで、ほら、逃げへんように、ここで締めといて、ほら、ここで腕ひし、逆ひし、下からの腕ひし。さっきと理屈は同じなんですけど、腕ひし、腕ひし、よくこうでしょ。だから、この状態で、こう曲げられようとしてるんですね。こっちがくるって回ることがポイントです。くるむ。よいしょ。で、ここねじで、ここ引っ張りながら押し持ち上げていったら、肘が。これにしてみる。これだけで逃げ方はまたここでやります。